豚骨スープと魚介だしをご用意いただきました。ちょっとあの飲んでみましょうよ。魚介だしオンリー、豚骨スープオンリ ー, オンリーで合わせてないやつを。これは本当に特別ですよ。ちょっとありがとうございます。あ、これは名古屋の人でも味わって。じゃあそうだよね、家庭だもん、ま、途中だもんね。でこの魚介を飲んで何が入ってるのかをちょっと当てたりなんかできるんですか。無理でしょ、そんなの当てるわけないでしょ。何だと思ってんですか、俺のえ何の専門家でもないいや、なんか1個ぐらいこれ正解分かるのかな。分からないか、これは言えない、ね、え分かんないでしょ。じゃちょっと豚骨オンリーからいきましょう。これを飲んで、はい、うわしょっぱい、すっごいしょっぱい、豚骨オンリーはしょっぱいって言われてめちゃくちゃしょっぱいよ、ね、あとスープだけだとむせないんですね。むせない、ふーって吸い込むのがダメだよ。ちょっとしょっぱいですか。気をつけた方がいいよ。でも、はい、めちゃくちゃそんなしょっぱいですか。あ、これ思ってる10倍酸っぱい。あ、しょっぱい、しょっぱい。10倍しょっぱい。酸っぱかった。ね、10倍しょっぱい。でもこれと合わさると魚介と合わさると魚介を言ってください。いや違う、合わせてないじゃないですか。魚介一個だろう。魚介をこれを飲むことに何の意味があるの。いやだからあの何が入ってるかをちょっと想像しましょうよ。魚介。あ、これはもう完全な魚介の出汁ですよ。魚介出汁、イワシ、よし、おお、さっぱりして感じの、うん、トビウオ入り、どうですか、候補さんいらっしゃる、はい、候補さんいらない、いない、候補さん、何でしたっけ、魚、何が入ってるって、イワシ、イワシ入ってます候補さん、言えない、言えない、あ、候補さん、ね、候補さん、突然すみません、まあ言えないね。ヘビでしょ。ヘビなんじゃないの？え？ヘビみたいな。ああ、ヘビみたいな顔してるの。いや、してない、してない、してないですよ。え、岩カツオ。本当にダメなんだ。言えないんだよ。そうか。でこれ、これ合わせるわけですから。この量とこの量ぐらいでいいですか？合わせるのは。合わせるのは1対1とか、いえ、そこも言えないわけです。え、これ創業当時からこのスープなんですか。創業当時から、そうですね、豚骨と魚介系の。え、当時豚骨ってそんな一般的じゃなかったでしょ。いや、ただあの当時は豚骨が人気だったっていう記録が残る。昭和20年代で、全国で、あの名古屋では人気。名古屋で、はい、あ、そうだったんだ。じゃあ九州より先にこっちが豚骨だったんですか。あの、まあ、ちょっと詳しいことは、まあ、分かりかねますけども、言えない、それ秘密なんだよね。ちなみに広報さん、こうやって別々にね、はい、スープと出汁飲んだ人って今までいますか。いや、いらっしゃらないと思います。やった、僕ら初めて飲んだことあります、これ豚骨だけを。あります。そこはもちろん、あの飲むと言いますか、うん、もちろんテイストと言いますか、テイスト、まあ、研究することは当然ありますので、ね、はい、じゃ一般の人で、我々みたいな一般の人で、そこはないと思います。なんかやった、やりましたね。まあだからなんだろうって知るんだけどね。貴重な経験。俺はむしろ完成品を飲みたいなって。ああそうか。めちゃくちゃしょっぱいよねこれ。こんなそのまま飲んでいただくとしょ。そうですね。めっちゃびっくりする。でもこれがこの薄味の出汁と合わさると、これこうちょっとこういうことでしょ。自分でやってみる。これで1対1ですよ。本当だ。これで飲みますね。どうなんのかね。まだしょっぱい。まだしょっぱい。だから一応だからバランスがあるんでしょうね。ね。いや、これをこれを今だから2対1になりましたね。いただきますね。まだしょっぱい。まだしょっぱい。まだしょっぱい。もうちょっとわかんないね。ね、そこははい、ちょっと秘密でございます。あ、どうしてくれるんですか。これ自分で初めて。